どうも、キスケです。今回は、占い、ドラゴン、ミネアを使っていこうと思うんですけど、まあ今現在、1月24日に撮影してるんですよね。で、カードバランス調整のアップデが終わりまして、撮影してるんですけども、まあ最強は、占いミネアなんじゃないかなって個人的には思ってます。うん。で、何がやっぱ強いかって、まあ、まずデボラ・カミューがナーフされたことによって、長期戦でも戦えるようになったと。で、それプラス、ピサロのエビル・プリーストがナーフされたんで、ピサロ相手にもパワー負けしづらい、っていう環境なんですよね、今が。じゃあもう、こう、どんどん繰り上げさせ、繰り上げられていって、もう最強は占いドラゴンミニアなんじゃないかなって思います。はい、めちゃくちゃ強いと思います。で、一応、ゾディアックコードも採用してるので、いや、このデッキはもうパワーオブイヤーみたいな、そういう、それぐらいもパワーがあるデッキなので、非常に楽しいんじゃないですか。うん、まあでも当たったら嫌ですけどね。はい。で、それプラス、この占いミニアが流行るので、多分アグロとかも、ちらほらと出てくるんじゃないかなって呼んでるので、まあそれでもね、太陽のタロットとかキースドラゴンで回復できちゃうっていうのが、まあこのデッキの強みなんじゃないかなと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、ランクマッチやっていきましょう。さあ、マッチングしました。先行引いてククールですね。やっていきましょう。力いらんすね。今の環境のククールは、あれか？アンルシアかな？これしかなさそうですよね。さすがに。あ、そんなことはない。いや、わかんない。ソロ発動からのアンルシアに張り替えてっていう形の可能性が非常に高いでしょうね。あ、エンド。俺のターンだ。さあ、まあこれは試合が長くなりそうですね。これは試合が長くなりそうやぞ。クラウス、エンド。この戦いの未来を教えしましょう。さあ行こうか。来なさい。シャイニングボウ。あれ？まだ使ってんのそれ。おあ、あれやぜ。終わるぜ。イレブン。なるほど。なるほどですね。はあ。私のターンね。太陽。僕らの太陽。まあ、やることないんで、ソロ上げてもいいんじゃないこれ。はい。うん。で、次からまあ、グランマーズとか使えるんで。少しだけ未来を見せた。うわー、サイコロンか。まあ上でいいわ。エンド。まあユニットは基本的に上に置いて、特技カードとかは下に置いて、テンションスキルでサーチしてくるみたいな、そういう形でいこうかな。ハイパースーパーテンツク取れない。さてどうしようかしら。サイコロン使ったら取れるけど、別に無理して取る必要ないか。グランばあちゃん、こんにちは。そろそろミレイユに任せて馬車引退かね。水晶玉よ。おお、これはこれはこれはバルンバいただきましょうか。手札が潤沢潤沢。少しだけ未来を見せた。潤沢潤沢。エンド。いいよ、バルンバあるし。
タロットフォーチュンもあるし悪くないんじゃないですか。うん、はい、ミラクルソードあんのか。ない。意外とグランバーちゃんが残ってくれてる。いやーこれテンションスキルどうしようかな。クラウン強いな。クラウン強いですね。はあ、まあまあまあええか。ちょっと待って、グランバーちゃんでさっきちょっとカード引いてみるか。あ、大丈夫かな。あれ大丈夫、通信中めちゃくちゃ読み込むやん。はい、まあまあルンバー手札がちょっと多いですね。はい、いや使わんでもよかったかもしんねえ。ゾディアックあるし無理して使う必要もなかったかな。うん、おい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 、なんや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 、マジか、時間なくなったぞ。これひどいな、通信中で時間なくなっちゃった。精霊の矢、精霊よ貫け。うわマジ、精霊よ貫け。2枚。すみません、私の力が及ばなかったようです。一心同体フェイスボール。からのシャイニングボール。光の矢よ、全てを射抜け。なるほど、んでおイレブン使う必要あった。イレブン使う必要あったかな。まあいっか。太陽のタロット、はい、燃えなさい。おこれでどうかしら。はい、除去して、まあこれでいいかな。あ、食らわんのか。ほなエンド。アルンバいいっすね、可愛いっすね、風船みたいで。行こうか。さあ、ようやくまあタロットフォーチュンのコストを下げれたかなっていう感じですね。これは武器かな。クラウンヘッド、またか、きついな、クラウンヘッド。このタイミングあたりでゾディアック引ければめちゃめちゃでかいんやけど。神竜、そしたらテンション回す。これどうしようかな、テンション回すか回さんか。ゾディアックなんか引きそうじゃね。まあ1枚しか入ってないからそんな望み薄にかける必要は多分ないとは思うんやけど、ないっすね、はい、テンション開けようとりあえず。で力のタロットでバフしてあげて、
クラウンヘッド突破しようかな。グーン。フェイス逆転への兆しをユニット展開で使っちゃうっていう。あ、いいじゃん。めちゃめちゃええやんけ。おいおいおい、クソ当たり引いたぞ。骨コウモリ一番の当たりちゃうのこれ。えぐいな。一心同体。かかってきな。切り株お化け。あ、一心同体は？なんや？何の一心同体？あ、なんだ、わかんねえな。どういう一心同体。ゾディアックやっぱ引いていく、なんかそんな気したんだよな。ほならほなら、ねー、そうだな。多分ね、ウルノーがウルナーが入ってると思うんすよ。ね、入ってそうっすよね。まあいいや、これ神竜出そうか。もうこのタイミングで圧力かけれるなら圧力かけてった方がいいよな。プレミしたな。余裕でリーサルありましたね。やっちゃったよ。余裕でリーサルあったな。シャール、あなたには助けられたばかりですね。うわ、このリーサル逃しがズブズブならないことをちょっと祈りたい。うわ、すげえ。シャーレ様、戦いの後はのんびりティータイムと参りましょう。はい、誰も死なせない。すごいねこれ。やべえやべえやべえ、すげえ。勝ったね。てかさっきのタイミングで勝っとったもんな。はい、勝ちですね。はい、ちょっと申し訳ない。余裕でリーサルでした。はい、ご視聴ありがとうございました。ドン、危なかった。やれやれ、俺が負けるなんてな。はい、マッチングしました。ここを引いてピサロですね。おお、クラウス悪くないんじゃないですか。はい、何にするか。これクローズ引いた時どうなんでしょうかね。クローズ引いた時もタバサから入ってあかんのかな。これって神風グランマース、
いや、タワサからちょっと入りますか。エンド。すごく綺麗で憧れちゃう。全てを無に。フッシュターク。まあクローズ出しましょうか。これはエンド。まあクローズ出さないとタバサ張った意味ないっすもんね。 BGM がいいっすね。まあピサロにパワー負けしないんじゃないですかって言ったんで、パワー負けしたくないっすよね。魔王の卵、神風使うか。いでよ我が血族。さあ行くわよ。英雄カードはフローラーゾーマーって感じなのかな。これでどうかしら。はい、切り裂いて。まあ早めにゾディアックあたりを引っ張ってきてさ、ちょっとねすごい有利な状況に達したいんやけど、まあゾディアックは使えたら使いたいなっていうぐらいのカードやからいいとして、ちょっと動けないですよねこの手札じゃ。バルーンコール、これはタバサのレベルを上げちゃっていいのかな、わかんないですね。これでどうかしら。はい、タバサのレベルガンガン上げて、タロットフォーチュンのコストもガンガン下げて、何にするか。もうガンガン強い動きできるようにちょっと立ち回っていくか。あ、惜しい。ベッド。少しは役に立ってみせる。まあ供物じゃなくてよかったかな。どっちにしろ嫌ですけどね。3枚ドローは強すぎ。はい、4枚ドロー。はい、4枚ドロー。えぐい。んで、まあ、何か出さないと。あ、いいのかな。さあ、行くわよ。手札パツパツやけど。はい。ゾディアック。銀のタロット。はい、グランばあちゃん、すびき。エンド。まあ盤面にユニット出ないのちょっと、お、煉獄魔山消えていく。まあ若干ラッキーかな。さてさて、魔王のランプ、ゾーディアックくれ。なんだか照れちゃいます。ピサロナイト出さない。太陽か。ちょっとテンション放置する。あーけどちょっとタメトラとかさ、まあ、ワンチャン入っててもおかしくないやん。じゃ、怖いっちゃ怖いんだよな。嫌っちゃ嫌なんだよな。そろそろミレイユに任せて馬車引退かね。はい、水晶玉よ。まあバルンバかな。はい、私のターンだ。まあどっちにしろテンション回しちゃうと
アップアップしちゃうんだね、手札が。悪魔の騎士。ゾウも入ってないんかな、わかんねえな。わかんないですね、ゾウも入ってるか入ってないか。キースドラゴン、キードラか。あーあー、はい、まあマザン1枚燃えたしないんちゃうないんちゃうかな。これさ、ランプとか経由してさ、もう早いうちにエビルプリースト使っちゃおうっていうあれなのか、それともフローラの必殺技を使おうかなって迷ってんのか、どっちなんだろうな。あー、指導ね、オッケー。からか。いやー、ゾディアック引かないっすか。そうか。まあ引かないもんはしゃあないですね。うん、おお。うん、まあ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 、あるよそういうことは。どうしようかな。むずいなぁ。いやぁ、指導取りてぇ。指導取りてぇ。いや、きついな。指導取りたいですね。取れないな。終わりにしましょう。はい。間に合わんか。ちょっときつかったですね。はい。間に合わなかったですね。はい。間に合わなかったですね。まあちょっととりあえず。オメロス。この俺が貴様らを直々に葬ってやろう。はい。いや、相手はもうエビルプリースト取りたいっていう、使いたいっていう感じでしょうからね。魔王のランプ。そうやな。これが闇の力だ。どうしようかしら。そしたら、いや、次のターンプリスト来るやん。次のターンプリスト来るやんけ。いや、そらまずいわ。はい、エンド。いやー、ちょっと厳しい。こっからプリーストは厳しい。
いやでもまあこっからあっちゃこっからなんですけど、プリストちゃうのこんなんですよね。それ以外ないよな、まあ、あいつはタロットフォーチュンで取れる。ああきちいきちい。いやでもまあ太陽ある。ちょっとゾディアック発動してんとこれまずいと思うんで。ん？殴らんの？殴らんのか。いやでもゾディアック発動してどうすんのこれ。いやでもゾディアック発動戦と多分勝てないんで。うん、おいいカード引いたね。エンド。いいよ、悪くない。まあオール4点はちょっと嫌ですね。いや頑張れ頑張れ誰に言うとんねんって感じだけど、頑張れ頑張れ、気合気合。いやーもうジャストで引いていくよな、ジャストで引くよね。いやタロットフォーチュンの的もなくなっていく。口吉や、口吉や、的が出てくる的を出してくれる、ありがたい、クソありがたい。はい、行かせていただきます。それでは、まあ、タロットフォーチュンは ほぼ確定ですね。はい、うん、他に占い使わん、まあ、バルーンコール仁王立ちで使った方がいいっすよね多分。はい、仁王立ちどんどん出していかないと多分厳しいんでね。はい、使え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 、がっつりいけ。多分リーサルないと思うんだよな、あんのかな、わからんな。このウォール突破できる、ウォール&ブロック、5点吐くか3点オール吐くか。悪魔の騎士、魔王がない手札に。オッケーオッケー、うっいやワンチャンね、普通にね多分耐えれると思う。爪で殴んの？マジ？なんで？なんで？え？なんでなんで？やべえ、あと一回爪で触られたら負ける。まあこれは太陽のタロットは使わないといけないですね。なんか引け。うわぁ、銀太郎今か。あー、せやな、どうしようかな。エッチな本ってさ、リーダーも動けんようにすんやったっけ？ちょっと忘れちゃったな。忘れた。あいたたた。神竜。どっちやったっけ？クソ忘れてんやけど。あ、ランダムな敵さん対ラッキー。でかい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 。勝てる勝てる勝てる。ワンチャン勝てるマジで。うん。はい。いや、ワンチャンいけるマジで。ワンチャンいけるワンチャンいける。
エッチな方。ワンチャンいけるやん。よし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 。パワー負けしないって言ったからね。耐えろ耐えろ。動画的にはここでパワー負けする方が美味しいけど。お、マジで。それは困る。それは困る。あらわた。そうね。封印。まあでもパワフルバッチ消えへんから俺。678。力って2枚使ったっけ？使ってないよな。テンションアップ。自らデッキを減らして。どうするつもりや？いや、フォーチュン。バルーンコールか。なるほどなるほど。いや、ちょっとこれもうね、回復しないとさすがにきついんで、回復します。回復。オール4点絶対引いてるんですよね。まあでもそんなん言ってもしょうがないから。はい、粘ろう。うん、気合です。あ、間違えた。間違えちったな。いや、多分18点あればね、負けないと思うんだよな。エンド。ほら、どうする。腹渡ってことはオール4点は使えない。まだ回復できるからね、相手は。てかユニット出してくれんとタロットフォーチュン使えない。よーし、来た。ほら来た。よし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 、いける。え、炎を吐く感じか。あー、オッケーオッケー。よし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 、これはいけるぞ。これはいけるドン。さあ、私のターンね。はい。おお、なるほど。リーサルあんのかな。リーサルあんのかな。わかんねえな。ないよな、多分。うわ、タロットフォーチュンか。力欲しかったけどね。まあ、フォーチュンは使うしかないっすね、多分。はい。タロットフォーチュン。どう？で、太陽使って、全滅さして回復しつつね。うん。そういう感じで動いていこう。タロットフォーチュン。はい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 。エンド。あ、エンドじゃねえよ。やべえ。1試合目も2試合目もフレミした。やらかした。もったいなすぎでしょ、これ。やべえ、これで負けそう。うひょー、ミスった4点もったいね。4点もったいね。もうでもここでぶっ破するしかなかった。いや、そういう問題じゃない。殴り合わせりゃやばい。さあ、20点君に削りきれるかな。いや、マジでプレミした。いや、勝ったでしょ。勝ったやろ。何出てきても無理やろ、それは。うえ、勝ちですね。はい、自分で死にに来い。おお。
対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は占いドラゴンミニア使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ強いですね。やっぱもうパワーですよね。もうパワーでゴリ押しして勝っていくみたいな、そういう感じの戦い方ができるんで、すごく楽しいデッキになってると思います。はい、まあ、よければ使ってみてください。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、よきドラゴンクエストライフを。バイバイ。You hurt me a deep several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still, I'm better with than without you. Oh.